はい、スタートです。合法と同時に郡司選手がスタートをしました、そして荻原選手もね、ここは前を伺ったんですけどね、郡司選手がまずは前受けということになりましたね、そうなってくると1番、7番、9番、です。南関東、近藤保選手、高井大輔選手、千葉勢が上昇してきます。 えー、そしてその後ろなんですけども、えー、軍司、えー、選手の後ろは荻、えー、原選手が取りましたので、えー、4番、8番ですね、えー、ここは、えー、東北の2人、荻原直人選手に岡部義行選手ですね、えー、4番、8番ということになります。 そしてその後ろ、6番の寺沼選手ですね、地元東京の寺沼選手がその後ろに位置しています。山下渉選手がマークですね、関東勢です、6番、2番です、最後方には5番、3番、畑選手に3番の桑原選手、ここは中四国のラインが形成されます。軍事選手なんですすけどもやはははり昨年はねねグランプリ出場してますから、ね、12月には タイトルも取ってますから、まあ、タイトルホルダーの仲間入りですよね、えー、今年し1年は、えー、赤いパンツでスキーエファンとして走ります、えー、一番車ですね、そして、えー、その中段ですね、えー、前中段。 えー、ここは荻原選手、な何でもできますから、もうここは、えーまあ、因縁割れも考えたレースでしょうね、まあ、国も打てる荻原選手です、えー、そしてその後ろ、えー、寺沼選手なんですけども、やはりここは寺沼選手、111回生、28歳、やはり地元でね、えー、G3 ですから、アピールしたいところですよね、えー、その後ろには山下選手がマークします。えー、残り2週半ですね、えー、後ろから5番の畑選手が えー、早めに、えー、上昇してきましたね、えー、やっぱり少し早めの上昇でしたね、それに合わせる形で、えー、寺沼選手もね、えー、ついていったところなんですけども、えー、ここ、荻原選手の動きがポイントでしたよね、本来であればこう、寺沼選手が出て、荻、えー、原選手が出て、えー、かまさせて、軍事選手をかまさせて、その離れたところを取るという,ようね、 展開だったと思うんですけどね、もう少し踏んでいればよかったのかなと思うんですよね、ですけどやはり近藤選手も武井選手もしっかりとここは食い下がってきましたので、脇原選手が少し遅れる形でね、3番手、4番手の内側ですよね、そこを見計らって、畠選手がまくってくるんですけども、近藤選手のいいブロックが入りましたよね、郡司選手が会長に逃げてバックストレッチを通過、近藤選手も番手番着ですよね、畠選手が3番手に入って、6番の寺沼選手もまく領域も行くんですけども、 えここで、えー、軍事選手がこのまま長い直線をね、立ち側の直線を制して、えー、1着ですよね、えー2、2着には近藤選手が入りました。た、うん、はい。操作が、ね、光りましたね、うん。そうですね、強かったですね、うん、安定してましたね。はい